物がいっぱいだったもん、こうやって買って帰れますね。今タピオカ、タピオカ、あ、こ、あれ、なんだっけ、幸福堂は絶対食べるよ。あ、飲むよ、タピオカね。あ、買った、はい。え、今からチキン屋、ママがどうしても食べたいって言うと、チキン、昨日食べたやんの違うメーカー、どうしても食べたいのね、チキン屋に行きます。どうしても、これがどうしても食べたかったチキン屋さんです。頼むよ。こんな感じでね。いや、私買ったとこってよりすごい綺麗で新しいんだけど、全然違う私のとこと。私屋台みたいなところ買ってます。うん、ケンタッキーって感じ、台湾の。いや、チーターの店だけと思った。揚げ物が美味しいんですよ。味、ここ選べる。台湾のケンタッキーあるから。あるんだ。そう、これ味選べる。味、この店お湯になるから一番美味しい。どんなものがあるけど、ランキングの一番、ナンバーワン。あ、骨付きと骨ないだって。骨なしで。骨なし？え、なんかさ、辛いのもさ、昨日あったんでしょ、辛いの。辛いのもさ、昨日あったんでしょ。ゲームセンターですかね。カチャカチャよね。カチャの方が多い。見て。あー、ほんとだ。スーツ屋さんに、こういう、服屋さん。スースターが、ね、これ、めいちゃん？めいちゃんはいません。これさ、6足で100元ってこと？ママ買った？これ安くない？そしたら。なんで靴下買うねんって。ここまで来て。めいちゃん、これはさ、6足で100元ってこと？うん。そう、一足いくらぐらい？そんなに安くもない。でも可愛いんだよね。カラフル。ほら、すごいいっぱいあるじゃん、靴下。ママ、靴下推しになりそうなんだけど。靴下可愛い、台湾の。いっぱいあるじゃん、いろいろ引いて。回りきれないんじゃない？クレープ屋さんでしょうか。これは100元の服。え？スズメ。これはさっきのかき氷屋とはまたちょっと違う。似てる、似てる。似てるよね。なんか右左右左で忙しいぞ。ゲームセンター。これは何だろう。UFO キャッチャーね。ゲームセンター多いですね。UFO キャッチャー多い。サメ。これは？かき氷屋さん。ここでユニクロのとこに一周戻ってきた感じじゃない？うん、最初の方じゃない？ね、最初の方だと思う。あれ？スタバだよ、ここ。そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん。スタバだよ。回ってきたってことじゃない？ただ、どうしようかな。今ここでしょ？ちょっとそっち見れるんじゃない？見れるね。めっちゃこれじゃ戻っちゃう？大丈夫？え？何？戻っちゃう？お肉ができるまでの30分コースです。はい。でもあと30分しかないよ、うちら。やばいじゃないか。なんかさ、エアポッツケース。あ、俺エアポッツケース欲しい。何こと言ってるじゃん。でも290。違う、俺エアポッツケースが欲しいの。ママも。じゃあ買えばいい。嫌だよ。欲しい。なんか人混みに飲まれてるけど大丈夫かな。何これ、すごくない？え？これすごくない？なんか激しいんだけど。激しい、激しい。どこに向かったよ。これじゃあさ、出口じゃない？タピオカ買う？黒糖ミルクティー。ここだよ。ついちゃった。ついた。買っとく？買っとく。
か。うん、もう今日の最後の旅行が台湾に来て3旅目。ちょっと待ってね、はい、ママ見つけちゃったんだよね。待ってね、幸福のこれがひーちゃん、これも並ぶんですね。パクチー、パクチーあり、ありにします。はい、これはイーチアロンチャー。違う違う、これじゃない。あれだよあれだよ、アーソーメーンって全然違うとこ行ってました。私数年ぶりに来て、昔ね、ここ一人で食べたんだけど、もう一回食べようと思っております。この麺です。台湾の人気だと思います。すぐ食べるの。ちっちゃいの。あ、お持ち帰りなんだ。ママこれ食べたいの。すごい有名なの。そうめん。私の食べたかった。昨日と一緒でございます。まずノーマルを食べてみますね。これ見える？見える？パクチーの匂いすごい。みんな匂うかな。あれ？めっちゃ重いんだけど。うまい？これ見て、チリ、ね、ちょっと入れて味変わっちゃったらどうしよう。怖いからちょっとにしたチリ。これでいってみます。はい、どうぞ。感想は？あ、辛っ。辛い？辛っ。お酢とガリックの方がいい。ガリックいってきます。これですね。はい、ガーリックいきます。いや、チリやば。いやでも好きだわチリ。どうしよう。これガーリックね。はい、うまい。ヒートちょっと食べてごらん。辛くね絶対、うん、これなんかさ、戻す方がいいか。大丈夫。昨日の場所辛くないとこ食べて。私ここ好きかも。私酢と私酢苦手なの。酢苦手なの。あ、ねえ今さ、なんか私食べたかった狙ってたの言ったよね。え？待ってね。酢でしょ。ママはいい？もうひーちゃんいらない？うん。そしたらママはガーリックとガーリックとチリいくよ。はい。行きました。はい、混ぜる混ぜる混ぜます。ちょっと待って、ストーリー撮っとくよ。スタのあちゃ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 撮ってます。はい、パクチー臭やばくて。そうだね。さらに激辛にしてみました。見た目が激辛ないよね。箸で食べたいですけど、うん、辛い。みんな色見て、うまそうなやついるね。ホルモン入ってんじゃん。私的にこれ超好き。これ日本円でめちゃいくら？75？ あ、こわ60元。208くらい。これは絶対台湾に来たら食べるべきよ。でも箸で食べたくなるもんね。日本人だからだよね。チーズですね。最高。昨日はひーちゃんいたから入れなかったの。感想は強そう。どうぞ。うまい。じゃあほら、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。
はい、ファンタティメ、何ここは何変なのファントコーヒーって、ついたらないけど、ファントコーヒーってタピオカ屋ではない。ミルクティーの専門店。ミルクティーの専門店のティー。これ英語と中国語、中国語とか二つあるよ。広東語だって。関西字と関西字。反対ピメ？反対反対字なんだって。反対ピ？チ。私、東岸系列って見えるけど、潜水課長。ここはミルクティー屋さん？タピオカ屋さん？ミルクティー屋、キャラメルミルク。こっちが読めるよ。こっちがちょっと。キャラメルミルクがいい。キャラメル。違う、シュークミルクティー、ミルク、牛乳、キャラメルミルク、抹茶レッドミルク。じゃあ、三旅目は三旅目ミルクティー、タピオカ、タピオカミルクティー、うん、タピオカミルクティー、アイス、アイスです。はい、もういいよ、もういいよ。強くね、ゆっくりじゃない、強く、そう、ベビータッピーだよ。飲んでみてください。レンタピどう？一タピうまいです。何違う？一タピね。一タピずつ。一タピ。ま始まったよ。一タピずつって いや意地悪言うの。意地悪じゃないよ。俺も一タピだよ。なんかさっきのとこよりは柔らかい。あと紅茶感がすごい。なんか紅茶感。紅茶感が。あ、そっか、ここお茶でに。そう、ティーって感じじゃない？あのミルクティー、レモンティー、レモンティー。ミルクティーだもん。ミルクティーって感じじゃない？みんな飲む？飲む？ミルクティー感が強い。はい、私たちは今からピックアップする。三カピ目はいけるかも。え、どういうこと？三カピ目。三度目でいけるかも。全部いいよ、まあ、いけるけど。なんか面白いよこれは。数時間が足りませんね。ね、ヒートいろいろ見たくなったら足りないと思います、時間が。もう終わり？終わり。あ、なんかね、ママね、いつもプラス体で美味しく飲みます。そうですよ、今日の最後、ラスタピは。はい、今ね、チキンをピックアップして、これからホテルに向かうんですけど。何の名前だっけ？グランドだっけ？違うよ。何ホテルだっけ？大倉。大倉ホテル。はい、ここね、一周したんじゃないかな。一周して、原宿、渋谷を戻ってきました、一周、こっち向きで。みんなに見せてあげる。原宿空間、みんなにサンタピ見せてあげる。サンタピ、サンタピです。また土日のマーケットです。すごい巻きでちょっと時間押しちゃって、私たちのグルメわがままで。はぁ、ヒートまだ見てない。まだ見てません。何気に台湾も石が映ってますね。面白いね。面白い。はい、これが渋谷駅前です。